皆さんこんにちは。前回の動画でもたくさんの広告やコメント誠にありがとうございました。これほど多くの人に見てもらえるとは思っておらず、皆さんからもらえる反応の一つ一つが大変嬉しいです。いくつか質問をいただいたので、憧れだった質問返しをしてみたいと思います。角が緑と異なる細胞になっている理由も気になる。ご質問ありがとうございます。これは新しい細胞を生成する際に必要なコストが関係していると考えられます。端的に言えば、保護器として機能している白い細胞は体を構成している緑の細胞に比べて生成コストが小さいのです。今回のシミュレーションでは、将来的に多くのエネルギーを獲得する可能性のある細胞を生成する際には、その分多くの生成コストを必要とするという考え方で生成コストを設定しています。この時、細胞の生成段階で将来獲得するエネルギーを予測する必要があります。一つの細胞が太陽光のみからエネルギーを獲得すると考えると、十分時間が経った時に細胞が獲得するエネルギーはこのような式で見積もることができます。傾向としては、色が黒に近い、あるいは半径が大きい細胞はより多くのエネルギーを獲得することになります。このシミュレーションでは、これを基準として細胞を生成する際のコストを決定しています。具体的には、この将来的に獲得するエネルギー量の半分の値を生成コストとしています。長々と話してしまいましたが、要は色が黒い、あるいは半径の大きい細胞は生成コストが高く、白い、あるいは小さい細胞は生成コストが低くなっています。ここで改めて角ありダンベルの変化を見てみると、角の形態は白く大きい方向に変化していることがわかります。これは角による太陽からのエネルギー獲得は諦めて、できるだけ低コストで外敵を遠ざけようとした時に非常に妥当な帰結であると言えます。本当はこのような仕様を最初に全て説明できると良いのですが、そうするとダラダラと長く退屈な動画になってしまいそうで、なかなか難しいところです。この他にいただいた質問についてはまた別の機会で回答できればと思います。それでは今回新たに発見された生物のお話に移りたいと思います。今回のシミュレーションは前回のダンベル型生物と同じ環境設定で行われていますが、乱数のシード値が異なっています。このシード値はフィールドの地形生成や突然変異の起こる箇所などに影響を与えます。前回ご説明したように、このシミュレーションでは最初に単細胞生物が生まれ、その後多細胞生物へと進化する場合が多いです。このような経過をたどる理由の一つは、細胞の結合数に応じて消費エネルギーを多く設定しているためだと考えられます。つまり、多くの細胞で構成された多細胞生物が生存するためには、体全体に効率よくエネルギーを分配する仕組みを進化によって獲得する必要があるということです。このエネルギーの分配を決定しているのは各細胞の持つニューラルネットワークであり、これが結合している細胞へ輸送するエネルギー量を決定します。こちらのグラフに示しているのは、フィールド全体で行われているエネルギー輸送の回数とフィールド全体の結合数の推移です。シミュレーション開始後しばらくはエネルギーの輸送回数がほとんどゼロである一方で、結合数は大きく増えたり減ったりと不安定であることがわかります。これは突然変異で結合数の多い生き物が発生したものの、エネルギーの分配がうまくいかず、その大きな体を維持できなかったために絶滅を繰り返しているためだと考えられます。試しにこのエネルギーの輸送回数が若干増えた時刻の生物を見てみましょう。茶色の体にピンクの足が生えているように見えます。細胞同士のつながりを分かりやすくするために結合のみを表示するとこのようになります。前回見た角ありダンベルなどと比べると明らかに複雑な形態を持っています。しかしこれもしばらくすると絶滅してしまいます。この少し後からエネルギーの輸送回数が急増し、それに伴って結合数が安定します。これは
多くの細胞で構成された体を持ちつつ、全体にエネルギーを分配することのできる生き物が誕生したためだと考えられます。この4つの時刻におけるフィールドの様子を見てみましょう。エネルギーの輸送回数が急激に増えた時刻、結合数が安定してしばらく経った時刻、結合数が1段階増えた時刻、さらに時間が経過した時刻、時代が進むごとにネットワークが大きくなり、また色が白くなっていることがわかります。最初にご説明したように、白い細胞は太陽光からのエネルギー獲得が少ない代わりに生成コストが小さくなっています。したがってこの生物の生存戦略は、個々の細胞が獲得できるエネルギー量を犠牲に大きなネットワークを構築することで全体でエネルギーを融通し合うというものだと考えられます。それではこの最後の時刻の生物を観察してみましょう。まず気がつくのは、一つの細胞から伸びる結合が多くても3つであるという点です。例えば図に示すような結合数が1の細胞は容易に見つかります。同様に結合数が2や3の細胞もたくさんあるのですが、結合数が4以上の細胞が見当たりません。どうやらこの生物は4つ目の細胞を展開すると同時にそれを切り離しているようです。実際に見てみましょう。この中央の細胞に注目してください。このままでは見づらいので、各細胞を小さめに表示して注目したい細胞を赤くしておきます。それでは時間を進めます。ここで新しい細胞が展開されて、そしてすぐにそれが切り離されています。当初この切り離しプロセスは遺伝子由来の動作の一つ、切断によってもたらされていると思っていたのですが、詳細に調べたところ、この切り離しは細胞自ら結合を引きちぎることによってもたらされていることが分かりました。このシミュレーションにおける結合は、物理的な秒像で言えば細胞同士をバネでつなぐことに相当します。細胞は各自の持つニューラルネットワークの出力によってこのバネの長さを変化させることで、細胞同士の相対距離を縮めたり伸ばしたりすることができます。これはこの生物の筋肉として機能します。一方でこのバネはある程度引き伸ばすとちぎれるようにプログラムしています。具体的には自然長の2倍以上の長さになるとそのバネは消失します。ここで細胞同士を結合しているバネの自然長をどんどん短くしていくことを考えます。初めのうちは単に細胞同士の相対距離が短くなるだけですが、あるところで細胞同士が接触します。このままさらに短くしていくと、細胞同士はこれ以上近づけないためバネが引き伸ばされることになります。そして最終的にはバネが自然長の2倍以上に引き伸ばされバネが消失します。先ほど行われていた切り離しはまさにこれを利用したものでした。遺伝子由来の切断と比較したときに、この切り離しには2つの特徴があります。1つはバネが引きちぎられるとその反動で細胞が遠くに飛んでいくという点です。この飛ばされた細胞をこの生物の子供として捉えた場合、この挙動は子孫を広範囲に拡散するのに役立ちます。もう一つの特徴は、この切り離しは周囲の状況に応じて好きなタイミングで行えるということです。今回はすでに3つの細胞を展開している状況で、4つ目の細胞が展開された場合に切り離しを行うという条件で切り離しが行われています。試しに先ほどお示しした例において1つの結合をあらかじめ切り離しておくと、新たに展開した細胞は切り離されずそのまま体の一部となります。このシミュレーションでは結合数が多いほど外敵から食べられにくくなるため、ある程度の結合数を維持することは非常に重要です。したがって先に展開していた3つの細胞のうちのいずれかが何らかのアクシデントによって消失した場合には、次に展開した細胞は切り離して子孫にするのではなく、消失した細胞の補填に充てるという戦略には合理性があります。
遺伝子由来の切断ではこのような周囲の状況に応じた判断はできず、単に4回目の展開の後に切断をするという動作になってしまいます。さて、それではもう一つこの生物の面白い性質を紹介します。最初にお話ししたように、これだけ大きな体を維持するためには体全体に上手にエネルギーを分配してあげる必要があります。ここではこの生物のエネルギー分配能力を確認するために、一つの細胞のみにエネルギーを与えた場合にどのように成長するかを見てみます。まずはこの細胞を一つサンプルしてフィールドの中央に固定します。そして太陽光をストップし、この固定した細胞のみにエネルギーを与え続けた場合にどのように成長するかを観察してみましょう。シミュレーションをスタートさせると、ネットワークを構築しながら放射線上に成長していることがわかります。今度はエネルギー分布も可視化しながら成長の様子を見てみます。エネルギーを与えている中心の細胞から離れたところにもエネルギーが送られていることが確認できます。ここでこのシミュレーション環境における神経のパラメータに変更を加えた場合に、この成長がどのように変化するかを見てみたいと思います。各細胞がニューラルネットワークを持っているというのは先ほど述べた通りですが、そのうちのいくつかは結合している細胞同士の通信に使われています。このうち S とラベル付けされているネットワークの結合強度は通信の結果を反映して強度が変化します。これは実際の生物において繰り返し発火するニューロン間の結合が強化される、いわゆるヘッブ則の簡易的な表現であり、このシミュレーションにおいて生物の記憶として機能することを期待して導入しています。例えば結合強度が2の状態で細胞 A から細胞 B に 0.8 を送信しようとすると、実際に細胞 B が受信するのはそれに結合強度が乗じられた 1.6 という値になります。この時結合強度の更新が行われ、次に細胞 A が同じく 0.8 を送信したとしても細胞 B が受信する値は変化します。ここで1回の発火でどれだけ結合を強化するかを決定する環境パラメータ ΔS を設定する必要があり、今回のシミュレーションではこれを 0.1 としていました。今回行う実験ではこの 0.1 を 0.0 に変更してみます。これは結合強度が強化されないような状況であり、分かりやすく言えば記憶の形成がなされない環境ということになります。このような環境がこの生物の成長にどのような影響を与えるかを確認してみます。上段が通常の環境、下段が記憶が形成されない環境です。両者とも放射線上に成長しますが、記憶が形成されない環境ではこの生物の広がりがわずかに小さくなることがわかります。シード値を変えながら同じ実験を10回やってみました。こちらのグラフは中心から離れたところに平均してどれだけの細胞が存在するかを示したものです。赤が通常の環境での細胞の分布を示しており、青が記憶が形成されない環境での細胞の分布を示しています。記憶の形成がない環境下では明らかに広がりが小さいことがわかります。この結果は記憶の形成が体全体へのエネルギー分配に影響を与えている可能性を示唆しています。もう一つこの記憶の形成に関して実験をしてみます。先ほど 0.1 の環境で成長させて無事大きく育ったこちらの生物ですが、シミュレーションの途中でパラメータΔS をマイナス 0.1 に切り替えてみます。これはニューロン間の結合強度に対して正負逆向きのフィードバックがかかる状況です。この切り替えを行うとこの生物の体はすぐさま崩壊してしまいます。これは先ほどの子孫を残すプロセスで行われた結合の切り離しが誤作動を起こしたためだと考えられます。いかがだったでしょうか。遺伝子由来の切断を用いない切り離しプロセスはプログラムを作成した私ですら予期できなかったものでした。当初の目的はかなり達成できていると感じています。今後も面白い生き物を発見したら報告していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。